ミルドレッドバーク、1915年8月5日から1989年2月14日はアメリカ合衆国の女子プロレスラー。女子プロレス界の草分けであり、日本に本格的な女子プロレスを紹介した人物としても知られている。19歳で後に夫となるビリー・ウルフとの出会いをきっかけにプロレスの世界に入る。その頃の北米では女子プロレスラーは 非常に珍しかったため一般男性と対戦して連勝を続けていた。1937年1月28日、テネシー州チャタヌーガでクララ・モーテンソンを下し世界王座を獲得。そのタイトルを管理する機関としてワワを設立し、自身を初代ワワ世界シングル王者としている。1954年、アメリカ軍への遺門として、 クラマイ国技館のリングに上がる。バークラが披露したプロレスは、それまでのガーターマッチに代わり定着する女子プロレスの形式となった。1956年引退。引退後はウルフと離婚し、ロサンゼルスで後進の指導に当たった。1970年からは教え子を全日本女子プロレスに送り込み、二代目はワワ世界王座を獲得したマリー・バグロンが、 東京で K 愛子と対戦。K がそれを奪取し、以降、わわは、全女の管理下に置かれることになった。その後も北米における全女の窓口となり、ヒールレスラーとして大暴れする、モンスターリッパーを、はじめ多くの外国人レスラーを育てて、日本に送る。一方、全女レスラーの遠征の世話もになった。女子プロレス映画、カリフォルニアドールズでは、 出演女優へのプロレス指導を行い、全女から耳萩原とジャンボボリをアメリカに招いて、出演させた。1989年2月21日、死去。2016年4月2日、WWE 伝道のレガシー部門に迎えられた。ありがとうございます。